三島駅、三島駅は、静岡県三島市一番町にある、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物、伊豆箱根鉄道の駅である。JR 東海の東海道新幹線、JR 東海、JR 貨物の東海道本線、JR 東海が第一種鉄道事業者で、JR 貨物が第二種鉄道事業者。 伊豆箱根鉄道の寸ンズ線の合計3路線が乗り入れている。駅番号は東海道本線が CA02、寸ンズ線が伊豆01。本港では日本国有鉄道時代に存在していた三島信号場についても記述する。東海道本線の運行形態の詳細は東海道線を参照。三島市の代表駅である。 JR 東海の駅舎と伊豆箱根鉄道の駅舎は分離されているが、駅構内は隣接し、線路がつながっている。JR 東海の南口駅舎は、富士山と三島大社をイメージしたものになってお、中部の駅百選線にも選定された。東海道本線で運行される列車のうち、当駅に停車するものは普通列車が中心だが、東京駅発着で、 東海道本線とスン線を直通運転する特急、踊り子も停車している。東駅以西へ向かう特急列車も存在していたが、2007年、平成19年3月18日の特急、東海の廃止により消滅した。快速、ムーンライトながらは、下りのみ、臨時を含む渡り駅に停車していたが、2009年、平成21年3月14日のダイヤ改正で、 臨時列車への格下げと同時に停車駅が見直され、両方向とも、当駅通過となった。その頼るの下りホームライナー一本が当駅始発で、運転されていたが、始発駅が沼津に変更され、こちらも当駅への停車がなくなった。東海道新幹線の列車は、小玉の全列車と、東京岡山間、上下角一本は新大阪発着、下り一本は広島機の、 光が一日上6本ずつ、2時間に1本停車し、小玉は当駅発着列車も設定されている。駅は、東海道本線の丹那トンネル改作に伴って1934年、昭和9年12月に開業した。同時に、1898年、明治31年に運行を開始した、ス津線も下狩駅から起点を変更し乗り入れた。 この三島駅は二代目であり、スン線の起点であった下戸狩駅が初代の三島駅であった。九百六十九年、昭和四十四年四月には東海道新幹線側にも駅が完成し、九百八十七年、昭和六十二年四月に行われた国鉄分割エカでは、それまで日本国有鉄道、国鉄が運営していた三島駅の旅客営業を JR 東海、 貨物営業を JR 貨物がそれぞれ継承した。JR 三島駅の事務官コードは52102となっている。当駅は1934年、昭和9年に開業した。単なトンネル改作に伴う渡海沼津間の開通に合わせての開業である。この三島駅は2代目であり、長泉町にあった初代三島駅こと下戸狩駅と区別するため、三島新駅と呼ばれた。 1889年、明治22年に東海道線が神津駅から静岡駅まで開通した際、東海道の宿場町、三島宿として栄えた三島町に駅は開設されなかった。その理由は、町の人々が鉄道建設に猛反対したため、鉄道機械伝説と積極的な誘致活動を展開したが、知性の都合で鉄道を通せなかったためとも言われる。 いずれにせよ鉄道が通らなくなり、人の流れから外れた三島町は錆びれた。苦境を脱するために、1891年、明治24年に、隣の長泉村、長泉町の前身に駅を開設するよう国に、請願したが、これは却下された。そんな中、東海道本線から、伊豆半島中部温泉地への便を図る目的で、沼津から大人に至る、豆草鉄道、 伊豆箱根鉄道寸図線の前進の計画が立てられた。その話を聞いた三島町では、土地の無償提供まで行って、誘致を行い、三島町を経由して、長泉村で東海道線と接続するように計画を変更させた。これがこう奏し、東海道線が開通した9年後に、豆草鉄道線の分岐駅として、ようやく現在の下刈り駅である初代三島駅が、 設置されたのである。その後、丹那トンネルを改作し、勾配のきつい御殿場経由から熱海経由に、東海道本線のルートを変更させようという、計画が発表された。三島町ではその話を聞くや明治時代の二の前は、起こす前と、当初丹那トンネルの出口に当たる神波から、直線ルートで沼津まで抜け、三島市街を通過せずその南を通るルートが取られる、予定であるのを、 当時の鉄道院総裁であった後藤新平のもとへ三島町長が直接請求をするなど当初から積極的な誘致を行い市外北部を通過させる計画に変更させ現在地に新しい三島駅を開設させたそれに合わせて以前の三島駅を下戸狩駅に改称し豆総鉄道を改めた寸津鉄道の起点も新しい三島駅に変更された 三島町ではようやく市街地近くに東海道本線の駅が開設されたことを大いに喜び、新駅の開業日には富士山を模した駅舎の前に同じ形のアーチが組まれ、道庁のみならず周辺からの人も集めて盛大な式典が催された。また夜になるとアーチには電飾が翌朝まで灯されたと言われる。新幹線の駅は新幹線の開業翌年から 在来線駅に隣接して、保線基地や車両基地、信号場が設けられたが、駅は設置されなかった。しかし開通後、駿河銀行の岡野秀夫頭取などを中心に、地元からの供用棒があり、開業5年目の1969年、昭和44年4月に当駅にもホームが開設された。これは、新幹線の新駅第1号となるものでもあった。在来線ホームは、 駅構内の南側にあり、その北側に新幹線ホームがある。在来線ホームは地上にあり、新幹線ホームは高架上にある。駅の出入り口は在来線ホームの南側にある南口と新幹線ホームの高架下にある北口の2カ所。改札内は地下通路で結ばれている。地下通路の在来線ホームと新幹線ホームの間には、 日本で初めて設置された平面付き二段階エスカレーター、オートウォークがあり、U ロード、三島と命名されている。このエスカレーターは登場当初日立製作所の CM でも紹介された。エレベーターは地下通路と各ホームの間及び地下通路と南口の間の合計4箇所に設置されている。在来線側の3機は1999年度に 新幹線側の一機は2006年度に整備された。南口の駅本屋は神保忠義によって設計された。木造1階建て372平方メートルで屋根の緩やかな曲線により富士山と三島大社の社をイメージしていると言われる。南口には JR 線の改札口が1カ所あるほか、伊豆箱根鉄道との乗り換え口がある。 改札口、乗り換え口のいずれも自動改札機が導入されている。駅本屋には自動券売機、在来線のものは、とか対応、タッチパネル式や JR 全線切符売り場があり、南口側には、とか、チャージ機、とか非対応のタッチパネル式自動生産機が設置されている。また南口、北口には、エクスプレス券売機、指定席券売機が設置されている。 連絡改札口には、自動生産機はない南口側の改札外では、ベルマートと JR 東海ツアーズ、三島支店が営業している。1934年の開業当初から使用されて、北が2013年に初代駅舎と同様の外観とし、耐震基準に適合する駅舎に建て替えられた。高架下にある北口の駅舎には、在来線、新幹線の各改札口や、 両線の乗り換え口が開設されている。北口は南口と異なり深夜は営業しておらず、そのため地下通路は夜間閉鎖される。駅舎内には南口と同様にすべての改札で自動改札機が導入されている。改札外にはタッチパネル式自動券売機、在来線のものはとか対応、タッチパネル式 JR 前線切符売り場が設置されている。 在来線北口改札内には、とか、チャージ機とタッチパネル式自動生産機があり、新幹線連絡改札口の在来線側には、新型のタッチパネル式の新幹線、特急券自動売り機がある。北口側では、新幹線改札内で、ギフトショップ、ギフトキヨスクミシマが、在来線改札内で、ベルマートが営業しているほか、飲食店などが入居する、アスティ3が、 北口駅舎に併設さている。また2014年には南口にもアスティ3等が新設された。発車表は以前は在来線、新幹線のホームともに反転フラップ式であったが LED 式に更新された。この他にも在来線ホームには LED 式の列車接近案内表示器や新幹線ホームには LED 式のお知らせ表示器がある。 改札口前の発車票は北口、南口双方ともすべて LED 式となっている。JR 東海の駅長、駅員配置駅、直営駅であり、管理駅として、神奈美駅を管理している。駅の南側と北側を結ぶ自由通路はない。改札外に出てしまった場合、逆側の出口に行くには、再度140円の入場券を購入するしかない。 改札外で南北を相互に行き来するには、一般道を大きく迂回する必要があり、徒歩で10分程度かかる。南口側から北口側へ移動する場合、駅前通りを東、神美方へ約200メートル歩き、三島駅東交差点から北へ約200メートル歩いて、線路下のガードをくぐり、そこからさらに西、沼津方へ約200メートル歩かなければならない。 三島市は2006年、平成18年に、三島駅南北自由通路推進事業を発足させ、関係機関と協議を重ねているが実現には至って、いない。東端式ホーム2面3線を有する地上駅。南側の端式ホームが7番線、北側の島式ホームが8番線と9番線である。8.9番線のホーム上には、売店と休憩所がある。 寸津線に乗り入れる特急、踊り子は JR 東海側の一番線から発着する。駅舎はホームの東端にあり JR 三島駅南口に隣接している。駅舎内部には寸津線の改札口や JR 線との連絡改札口が開設され、自動券売機、連絡改札口の1台と寸津線改札口の2台のうち1台はタッパネル式と、 自動改札機が設置されている。立ち食いそば屋は改札口横にあり、改札内外のどちらからでも利用可能。トイレは改札外にある。その他にコインロッカーがスンズ線の改札前に設置されている。また電車発車時に発車ベルト発車ブザーが流れるが、電車接近放送などの自動放送はない。この発車予告音は、かねてより、伊豆箱根鉄道、 西武鉄道等の西武グループ各社が共賛しているアニメ作品ラブライブサンシャインの劇場版公開2019年1月4日を記念して2018年12月13日より同作品の楽曲ハッピーパーティートレインに変更されているただし新幹線通勤客に配慮し 通勤通学時間帯を避けて午前10時から午後3時までの間で使用される。スンズ線は、とか非導入であるため、連絡改札口ではとか及び相互利用が、可能な IC カードは利用できない。発車表は、改札前、ホーム、8.9番線の自動販売機の前のみ、JR の地下通路の南口へのエレベーターの横に、設置されており、すべて LED 式である。 JR 貨物の駅は、臨時の車扱い貨物のみを取り扱い、2010年、現在の取り扱い品は、伊豆箱根鉄道、大場工場を発着する、太遊山線の鉄道車両のみである。2007年5月下旬まで、駅北側にある東レ三島工場へ続く専用線、全長約1トル非電化があり、重油、末広町駅、根岸駅発送や、エチレングリコール、 浮島町駅発送が到着していた。しかし、同年7月より、ボイラーの燃料が都市ガスへ転換され、取扱量の半分以上を占める重油輸送が終了し、専用線は廃止された。線路も撤去され、道路や駐車場に転用されている。また、専用線内に貨物ホームがあり、有害者、1994年10月に、 コンテナ化輸送も行われていたが、1998年10月に廃止された。なお、専用線は、駅の5番線北側の側線から分岐していたため、発着する貨車はすべて、上り貨物列車で輸送されていた。東中圏が製造する駅弁の全種類が当駅、北口、新幹線ホームで販売されている。主な駅弁は、下記の通り、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。静岡県統計年間によると、1993年度、平成5年度から2013年度、平成25年度の貨物発着トン数の推移は以下の通りであった。箱根の坂は、東海道の難所の一つに挙げられるが、その箱根西坂の麓の宿場町として、また、伊豆国の中心地、 ただし三島は伊豆国の北西よりに位置しているため、駿河国の各地とも接しているとして三島は古くから栄えてきたことから周辺には見どころも多い。源頼朝が平家打倒の旗揚げをしたことで有名な三島大社は南口から南へ徒歩10分の距離であり、三島市の名称である落樹園は南口を出てすぐである。 うなぎが名物で、これを扱う料理店も、駅周辺に散在している。北西に約1から2キロメートルほど行くと、御殿場線の下刈駅がある。ここは当地に駅ができるまで、三島駅を名乗っており、当時は、寸河線も下刈駅まで伸びていた。なお、三島市の中心市街地としては、当駅周辺よりも、三島大通り商店街に隣接する。 伊豆箱根鉄道スン線三島広広寺駅付近を上げる場合が多い。また、三島市役所へは三島田町駅が最寄り駅である。駅から数百メートル進むと、伊豆国と駿河国との境目があり、そこは長泉町である。また、西隣の沼津市も駿河国である。前期の通り、南口側と北口側を結ぶ自由通路がないため、 駅の周辺は線路を境に分断された形となり、南口周辺と北口周辺では様相が異なっている。南口側には駅前広場が整備され、環境先進都市を目指している、三島市にふさわしい水と緑があふれる美しい駅前広場となっている。駅前広場はツインドータリー方式で西側が バス乗り場、東側がタクシーと一般車の乗降場となっている。通れの工場をはじめとする企業の施設や、公共施設、文教施設が中心でその周辺に、社宅や住宅街が広がっている。商業施設は、南口側に比べると少ない。北口交差点から西に少し歩くと歩道に、長泉町のカントリーサインが建てられている。各施設のうち、 東レ三島工場や静岡銀行三島駅北支店は長泉町に所在する。北口前にあった約1万メートル規模の三京三島工場が2003年に平塚工場に移転倒合されたことに伴い、その跡地を利用した駅前の再開発事業が行われている。跡地は三島市が約3035メートル。 日本大学が約4920メートル増進会出版社、現、Z 会が約1651メートルを取得した。三島市は北口前の正面部分の土地を取得。この土地を利用して駅前広場のリニューアル工事を行い、2006年3月に完成した。広場は南口と同様にツインロータリー方式である。東側は一般車専用。 西側はバスタクシー専用。一般車専用レーンは東側からも利用可能。日本大学は北口の北東部分の土地を取得。地上8階建て延べ床面積約1万5000平方メートルの三島キャンパス、三島駅北口校舎が2012年に完成し、日本大学国際関係学部の校舎として使用されている。1階には、 コンビニエンスストアや飲食店のテナントが入っている。ちなみに三島キャンパスの本校舎は北口から歩いて15分ほどの駅の北東部ある。増進会出版社は日本大学取得部分の東側の土地を取得。2009年に Z 会三島本社ビルが完成し稼働している。館内には大岡新、言葉館が併設されている。 2006年8月には北口駅前広場奥に新しい自転車駐輪場が完成した。3階建ての建物に約1400台が収容可能である。さらに2008年4月には静岡県立三島町寮高等学校が立体駐輪場の東側に開校し、このほか三島駅北口再開発関連では北口交差点付近にビジネスホテル等横院が 進出し、2008年秋に開業した。東横ンは、宿泊客向けに、南口や、三島広港自駅企業のシャトルカーを夕方から、夜の時帯に限り運行している。南口バスターミナルには、西部グループの伊豆箱根バス、小田急グループの東海バスオレンジシャトル、西伊豆東海バス、新東海バス、富士急グループの富士急シティバス、富士急行、富士急、 富士急静岡タクシー、慶応グループの慶応バス東が乗り入れている。行き先は主に、三島市街や沼津、裾野方面であるが、御殿場プレミアムアウトレット、富士急ハイランド、松崎などの観光地や東京方面、渋谷駅、新宿駅などへの直通便もある。停留署名は、三島駅、または、三島駅南口で、乗り場は1番から6番まである。 北口にもバスターミナルがあり、一部の一般路線バスや東京、京都、大阪方面への高速バスが発着する。停留署名は三島駅北口で乗り場は1番から5番まである。現在5番乗り場は送迎バスの発着。下表に示す路線バス以外にも、企業やホテル、ゴルフ場などの送迎バスも多く発着する。新幹線の停車駅及び特急。 踊り子の東海道本線内の停車駅は各列車記事を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。